黒川さん、今日はよろしくお願いします。お願いします。まず、はい、こちらのネーミング、はい、ゆうこさんのお肌再生工場っていうすごくユニークなんですけれどもそうですね、はい、これはどうやって付けられたんですか？この仕事をするにあたってお肌を再生させると、うん、そして生まれ変わらせるというイメージがこう深かったんですね、はい、でまあ分かりやすいのでそれをそのまんまに名前にしてしまおうと。それでまあ誰があのやるかっていうのも優子さんがやるんだよということでこう覚えやすいかな親しみやすいかなということであの決めました。この工場を開く前は、はい、やっぱりお肌に関わるお仕事されてたんですか？いえ、あの接骨院をずっともう15年ほど一緒に主人とやっておりますので、まあ、その中でですねやはり女性のお客様も多いですので、はい、お肌の悩みとかねご相談を受けることが多くてですね、その中であのそういう要望に私も応えられたらいいなということで始めました。はい。